サエントフ藤ズさんが箕輪、はい、さんが絶好調の時に、うん、理覚したた方がいいよそそろそろって言われまあのかなとなくの印象で言ったっていう方が近いんですけど、うん、あえて言語化すると僕で言うと編集者っていう本業があって、うん、でその本業でうまくいったから、えー、テレビに出たり講演会で儲けたりバラエティ出たり歌手やったりみたいな、うん、格闘技やったりみたいな9割遊びみたいな仕事で1割本 本業みたいに主従、うん、逆転したみたいな時に、うん、お金も知名度も行くとこまで今行ってるから、うん、1一回もう自ら引いて本業に集中して行った方がいいみたいな意味だと思いますみこしに乗って降りるってことですね自分からは、うんまあ、地に足つけるってことですよ多分藤田さんが言いたいかったのは、うん、みんなメディアとか世間の人は虚像を見ててでどんどん大きくなり続けるから自分の力で1回実態に戻せばっていう話ですよね、うん